矢口さんどうですか、お寿司の思い出って、はい、なんか美味しいのもちろんなんですけど、私すごい楽しいなっていつも思ってて、で回転寿司ってもうずっと入れるじゃないですか。だから私お昼食べてそのままずっといて、夜ご飯もお寿司だったってこともある。どれ食ってんですか。それ2食分すごいですね。お寿司屋さんで過ごしたっていうこともありましたね、はい。それ何の時代ですか。でも全然大人になってからです。はい、だ楽しいじゃないですか、なんかエンターテインメントな感じもしますし、やっぱこうオリジナルなものも並んでたりするので、はい、でも矢口さん、はい、それもあの有名人になってからですか。もちろんです。じゃあ、はい、周り気づくでしょ。あ、全然気づいてるんですけど、はい、多分店員さんが一番早く帰ってほしい、多分見てたまにいますけどね、はい、ファミレスで芸人さんはネタ作りでドリンクバーいっぱいできますけども、回転寿司昼用意行くってレベル違うな。でもチャージ代払ってもらわないと合わないずっと食べてるんですよ、その間。そこは回転よくしてくんないと。あー、ごめんなさい、おじさんどうした。すいません。その時どれくらい食べたんですか。どれぐらいだろう。でもやっぱりお財布に優しいので、金額的には全然でした。なるほど。元気な人って食べるんですね。そうですね。お寿司食べるとやっぱ元気になりますよね。なるほどね。はい。それで謹慎中時。いや、謹慎中はさすがにお寿司食べたら怒られるなと思って。目につきますよね。はい、いや、でも大丈夫でしょう。言ってもいいですかね。全然大丈夫。じゃあぜひ今謹慎中の方はね、元気寿司さんに行って元気をね、もらって、ね、はい、元気になってほしいですね。やっぱりお寿司食べると元気になりますか。なります。やっぱこうソウルフードなんで日本の、でやっぱこう海外の方たちも大好きですし、誇れる一つですよね、お寿司っていうのは。そうですね。今あれですか、二人で行くなってことあるんですか。あ、全然行きます。お、はい、彼とですね。そう、行きました行きました。あ、どんなところ。この間行って、でもそこでもやっぱりお安いので、二人で5,000円も行かなかったかな。あら、すっごい食べましたけどね。彼何が好きなんですか。何が好きかな。エビとか。あんまり感じる。意外とエビとかイカとか。エビイカ。意外とあれですね、リーズナブルというか、お財布に優しい人ですね。そうですね。ね、はい、楽ですね。そうです、お金かかんないですね。ということは、矢口さん、家ではお料理しないんですか。いやいや、しますします、もちろん。ご飯作ってるんですけど、やっぱたまには回転寿司食べたいなみたいな家事になるので行きますね、はい。でもやっぱ敷居の高いところはまだ行ってないですね、あんまり。はい、敷居が高いところ ね、何万もするとこ。もう私はもう元気寿司さんが一番いい。一番、はい、いいですね。いいですね。大丈夫ですか。元気元気。一番元気。はいはい、どうしますか。あのちょっと関係ないんですけど、はい、この間あの番組で共演した高畑優という記者と、はい、なんですけど、はい、どうですか。びっくりしましたね。あの初めてお会いしたんですよ、収録で。でもすごくいい方だったんで、まさかっていう感じでしたね、はい。その時ちょっとなんか変わってるなとか、そんな皆さんね、ほら、いやいや天然だっていう人が多いんですけど、いや、フランクな感じの方で、初めましてだったんですけど、もう何回かお会いした感じのテンションでお話しさせていただいたりとか、はい、そうですか、びっくりしました。石恋さんはそういうあれですか、あの優太容疑者と。あ、俺会ったことないんで、ちょっと報道見てびっくりしてくるだけなんですけどね、はい、そうです、なかなか接点がないですね、我々は。そうなんです。浅草とか来てくれればね、会ったかもしれないですけども、みんなでね、やっぱり元気寿司食べて元気にならないと。そうですよね、元気ですね、元気ですね、あの、それでは、はい、ぜひともそのお寿司のいい良さっていうか、はい、あのちょっと一言ずつお願いしたいと思います。やっぱり今年ですね、栃木県暑いんですよ、はい、で元気寿司さんは栃木県なんで、そう、作新学院のメンバーも絶対食べてるんですよ、はい、オリンピックのメダリストも萩野さんとかね、海老沼さんも食べてるんですよ、これを食べて元気もらって、もう皆さん活躍してるわけです、
メダリストいっぱい出してもね。メダリスト出ますよ、本当に。松本伊光さんとかね。いや、それでメキシコオリンピックだよ、お前。オリンピックサッカーの、今日やりますけどね。もうそういう元気と意見もらってるんで、オリンピックも活躍したし、作新学院、今に今井君も頑張ってますから、入江選手とか。はい、だからもう有志小路さんが選ばれたんですよ。ありがたいですね。そうそうそうですか。ありがとうございます。はい。はい。いや、そうですね。元気寿司さんでしたら、家族で安心して、リーズナブルお値段でたくさん食べて元気もらえるんで、ぜひ皆さんで行ってほしいですね。はい。はい。矢口さん。はい、最後にまとめてください。はい、でも今回のそのオリジナルの創作お寿司がいつか店舗に並ぶと思うので、もうすぐ並ぶんですって、ね、だから私も食べに行きたいですし、はい、あともう本当に何と言ってもリーズナブルに元気になれて美味しいっていうのは素晴らしいので、皆さんも元気がない時、そして元気でより元気になりたい時に訪れてみてください。はい、じゃあまず最初に行くとしたらカレーですね。そうですね、とか家族とか、はい、行きたいと思います。結婚はまだですか？結婚ね、いやもう全然 まだですね、多分。はい、でもまあ気持ち的にはいいとこまで。そうですね、あの何の変わりもなく元気にやってるんで、元気で頑張ってください。元気に頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。